事。ライト、左翔太郎、待ちかねたわ。よう、園崎家の長女様がお出迎えとはな。さっきは油断してやられてしまったけれど、今度はそうはいかないわ。コアエナジーの過剰摂取か。これまでの敵と同様、厄介な戦いになりそうだな。やれるか、フィリップ。当たり前だろ。行くよ、翔太郎。との決着を必ずつけてやる。出たわね。さあ、ネズミの悪あがきもこれで終わりよ。これは。その剣は。切り引こう。
かなり手強かったな。そうだね。しかしこの件、まさかこの島ではもう何が起こったって不思議じゃないからね。ただ、あんな悲しい再会はできればもう二度としたくないぜ。よし、で進めるぜ。ここは一体どういうエリアなんだろう。ここは旧居住区、市街地の完成とともに閉鎖されたことになってるみたいなんだけど、この荒廃ぶりどう考えてもコアエナジーに汚染が原因だな。電電センサーの数値でも遠心を解いて長時間いたら危険なレベルだね。そうとなれば長いは危険だ。建物も大きい。ここは手分けして探索しよう。中心のコアエナジー数値がとても高いみたい。そうと分かれば周りからしらみつぶしに調べていきましょう。よし、じゃあさっさと行くか。しろよ、アキコ。ここは俺に任せろ。さあ、お前の罪を数えろ。わかった。
よし、準備完了だ。任せてくれ。そろそろ仕事の時間だ。